をかけた戦いは前半23分浮き玉のパスをもらった河合がこのボレーシュート。フェンスの壁の上を越えた。貴重な先制点は今大会3点目連続のゴール。河合です。これワールドクラスですよ、このシュートはね。いやこれは見事です。